ピンシェニバスティールトゥー1234枠目つづさん、黒金さんいらっしゃい。はい、今日からついにね、バスティール2ですね。シャトルさんいらっしゃい。ついに最後に残ったソフト10万石さんいらっしゃい。今まででね、これまで699本私持ってますけども、七個目さん3でしたね。ついに699本目に登場した最後の、未放送ソフトクリア枠ワコテユ、9個目さんいらっしゃい。ついに来ました。コミュ創設から約ね、何年ですか、12年かかってようやくやってきましたね。バスティール2お待たせしました。ついにバスティール2、まあ、前作のクリア枠も、クリア枠は結構2年前ぐらいでしたかね。広告貢献1、はい、シャドルさんありがとうございます。ラッコスさんこんばんは。クラスおじさんいらっしゃい。さあ、ジャケットのロゴデザインハエルガイムのヌーベルディザードにそっくりなのはとってもないし、ヌーベルディザードに似ている。ジャケットのデザインね、ジャケットデザイン誰かな、書いてないかな。はい、誰だってもさんいらっしゃい。黒金さくら花さん、黒金さんありがとうございます。ニコニコ広告しました。行きましょう。日曜 PC エンジンチャンネルの夜はバスティール2から PC エンジン全作品ラス1日以下略花束の少女何人くらい出てくるか楽しみ。PC エンジンスーパー CD ロムロムシステムコピーライト NEC アズソンジグリグループクラッシャーオペレーションシステムコピーライトヤングコーポレーションヨーグコーポレーションマニュファクチャードバイヒューマンヒューネックスデザインシステムバージョン3.0チェッキングイクペンマッチサブディサブルマウスディサブルアーケードカードイナブル M ベース1 2パーディサブルバックアップメモリーノファイルシステムコンディションオールグリーン。イエス、そうです。ミブレイさんです。鈴名さん、16個目さん、18個目さんにして。クラスおじさん、ありがとうございます。広告貢献3位、クラスおじさんが700プトニコに広告しました。ヒューマンエンターテイメンツ。ヒューマン、こう、ビューティフルヒューマンライブ。構成バスティ。誕生より60億年もの歳月をかけて、惑星を生み出し、海を作り生命を与えた万物の父祖なる星、それは悠久の時を刻みながら見守り続ける命の誕生とそして死を。ワンファのネイズにケースだったけど分解しないケースだった。1枚です。シングル。ファラシア家の分裂に端を発した長き戦乱は独裁者アガレスの登場により一応の終結を見た。しかしアガレスの政治は恐怖に彩られていたのである。なんと言動の規制、思想の弾圧、そして反抗する者は抹殺された。何年後が書いてないんですよね、これ。残忍極まりないアガレスに対し人々は団結し各地で反対運動が湧き起こった。70年以上で書いてあるよね。はい、70年以上経ってる。いや、同じ世界。広告貢献3位、鈴名さんが600プトニコに広告しました。鈴名さんありがとうございます。デラーズ閣下ハゲヒゲの支配者がいい。30個目先生、話がない歴史が証明してる。ハゲでヒゲ、お近くのバス停留所はここですか。バス停留所やりません、32個目先生、ま、同じ世界だけどキャラデータとか全部ね、はい、変わってます。母さんもつくづく不幸だわ。悪かったと思ってるんだよ。34個目さんでした。広告貢献1、鈴名さんが600プトニコに広告しました。こんばんらこつ。森さんが1番さんでした。かわいいお嫁さんまで連れてきて。やだ、お嫁さんだなんて。勘弁してくれよ母さん。リジーはそんなんじゃないんだって。それより、大丈夫なのかい？アガレスの艦隊が来ているようだけど。反対派との交渉のために来たらしいわね。何事もなければいいんだけど。どうしたのかしら、
外が騒がしいわね。めちゃくちゃ動くな。ボイス、うん、ちょっと待っててちょうだい。アガレス艦隊の動きが変ね。攻撃態勢に入った。ボイス、ワンとツー攻撃を開始。絵は違いですね。ワンとツーでこの、まあ、天使の歌とか結構 DC エンジンだとワンとツーで違うけど。ボイス、あーかん、反乱するものは星ごと抹殺してしまった。あー、一個の惑星が反乱に対するアガレスの報復は、大獣惑星を死の星と変えた。大獣惑星が50億の命が一瞬にして奪われた。50億人を殺してしまった。はぁー、アガレス、50億人を一気に殺した。すごい報復を、なんということだ。キャスト、バーソンがいる。キャスト、和国です。46個目されちゃう。復讐するしかない。復讐するしかない。これは50億人の仇だ。石川秀郎、50億人被害ですね。一番の被害ですよ、これは。一番の被害。あ、秀夫だった。秀郎じゃなかった。長島優子、50億、一派ダメだろう。10万万年の計。ママンの声が究極翼の伊作君の声に聞こえたのですが、違うですかね。ママンの声はね、山田英子さんだ。はい、やら優作、キャプテンズ、また美咲君の声が誰がやってるか分かんないけど山田英子さんって書いてある。山本百合子、森勝二、オーバー真人、有力人の動画で、山田栄子、53個目されたい。以上の7名でお送りいたします。いただきましょう。が好きな一人が来ました。はい、和地先生、アーケードカードローディング。ラックスさん、こちらプライベートでのクリア派？あ、昔はやったことあるので、発売日に買ってその時やったからクリアしまで行きましたね。もう忘れましたけど、完全に。PC エンジンが好きな一人が来場しました。わらわら、ガンダムの1年戦争派戦闘開始1週間で50億人だから、アガレスはひどい。アガレスひどいね。ディジ一瞬で。敵の様子は大丈夫？私たちに気づいていないわ。ゲストさんが来ました。バス、捨てある。そう、盗まない。ワンダさんやじゃん。いよいよね。アガレス、お前が俺の家族と故郷を奪ったあの時、あの瞬間から俺は復讐を誓った。この戦いはその始まりだ。あれ、それから何年経ったんですかね。復讐だ。作戦の確認だ。ベイ、タレス、ロイ、装甲車の3人は格納庫に突入し、敵のムーブクラッシャーを奪え、
ダッシュ。他には目をくれるな。リジーは俺と共に3人を援護する。そうですね。いいか、生きたりとも敵を逃す。アガレス、俺たちの力を見せつけた。ママンの声合ってたよ。そう、あ、よかった。耳に狂いがなかったですね。よかったよかった。よし、新型ムーブクラッシャーのガンダムを奪うぞ。イエーイイエーイ。吹っ飛ばしてやる。ベイリー・ダレス・ロイ。装甲車の3人は敵のムーブクラッシャー格納庫を目指せ。敵 MC を奪うんだ。あの子だ。敵ムーブクラッシャー格納庫の位置はここだ。いや、もう別ゲーです。音楽もね、ジャズから変わりました。この地点より突入し、混乱に乗じて敵 MC を脱出するんだ。デイジーは俺と共に3人を援護する。大丈夫、任せて。よし、準備はいいな。行くぞ、かかれ。ふしわーふわーふしわー。はい、じゃあ、この人でかい、わらわら。名前ついてんだよね。あ、いっぱいある。これはあれ、自分のユニット情報。自分の情報は何これ。システム、カートル、BGM、アニメ。よし。デイニーさんの声優さんはね、新番組で、お、ここに書いてある。戦闘総合者、ロイズ、ロイズ。ロイ・タレス。補給車ヘレナ。猫じゃらしだね、新番組で。あ、そうそう、アクション、戦闘アクションのやつですね。ベイリーで、あ、これボイスね。ボイスは顔裏ちゃんとある。はい、デイジーちゃんと、あ、デイジーこれ、デイジーちゃん。はい、他の皆さんはあれですね、マウスの方がいいね、絶対これ。よし、じゃあ奪いに行くぜ。 OKオッケー。和骨ですね。バス停になって高さに。オッケー。走行車じゃない、補給車で。和骨でございます。コーヒーだよね。直接ドラッグするタイプですか。そうですね。このか、このスクロールの移動が2ボタンなんですね、これね。2ボタンだよ。高さ3100ボタンに報告しました。これ2ボタン。あ、1ボタンでできる。で、2ボタンで、このね、ユニットを見ることができる。補給車の補給は、あれ、隣にいればいいのかな。あ、隣接したね、X にムーブクラッシャーを待機させると補給を受けることができる。補給車はちょっとね、やられちゃいけない。OK、敵は？これのためにアーケードカード買った記憶があります。あー、アーケードカード使わない。戦闘でロードかかりますからね。明けがあったらもうこれはね、戦闘ロードないですから。明けが使うと使わないで大違いですよ、これは。シニス、エネミースレイダー、エネミー。よし、守るんだ。あんまり労力ない。30%。そうです。明けかなら戦闘シーンオンにしといても大丈夫。よし、 OK、 練習よ。 OK。 敵中出撃の時、ヘレナ、補給車を可能な限り前進させるんだ。打撃を被った者は補給車に隣接して補給を受けろ。あ、ちゃんとこれでいける。あ、定価は高いですけどね。まあ、すぐにこれ、いや、明けか安くなりましたから、ワゴン行きでね、なっちゃったから、その時買えばよかった。ちゅう、俺たちは死にに来たんじゃないんだ。無理はするなよ。 PC エンジンが好きな一人が来場しました。よし、じゃあ可能な限り前に出るわ。はい、
目標地点に到着。これより突入する。ダーダーダー、脱出に成功した。これより取得する。お、だ。これなんだ。エイジズシニスをベイリンが取ったぜ。好きな人々が来場しました。はい、よっしゃい。今はこれが初回配信ですか。初回配信です。アジロックの先生。目標に到達、突入を開始する。ドーン。ノンスクノンクスクドーン。オラ、どけ。これ、やめろ、これ俺のブームクラッシャーだ。どけ、オラ。パパパパ、やめてくれ。ポイ。敵ブームクラッシャーの出し完了。これより再出撃を行う。よし、あと俺一人だな。待っとこう、ね、ヒットポイントが多いね。レーザー途中セーブできないからな、これ途中セーブが。あ、でも 30% とかで待ってた方がいいな。地球ここ 30% だよね。 30% 0% 30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 
途中セーブなしですか。長い戦いになりそうだぜ。くそー、中央格納庫はすでに襲われたが、このままでは済まさんぞレジスタンスめ。やりた。あ、関節が関節だった。おっと、ひらり。ということはこっちも関節あるな。同じ機体だし。ひらり。赤と大門さんありです。リセットしてくれな。よし、刺激だ。攻撃範囲のこれなの。ゴールデンバーグさんやったい。アタック範囲って見れない。ハニワの神様、この下手くそ。この下手くそが。え、RG3 ってことは3マスってことかな。RG、MG12、MG が威力。RG、RG 射程が3マス。MG が、あ、残弾数があるんだ。残弾。残弾12発か。残弾ね。どう、我々に奪った、俺が奪ったブームクラッシャーは H2 シニス。H2 シニス終わったぞ、3発。H2 シニスを。1、2、3、4、1、2、3。ここでいけるってこと。いけるじゃない。レーザー、レーザー、ファイヤー。オッケー、3いける。レーザーフライ、レーザー、レーザー、ファイヤー。オッケー。まだ生きてる。よし、その前に出した。アガレス軍命、見てろよ。俺のブーブクラッシャー、これがいい、これがいい。やめろ、これは俺のブーブクラッシャーだ。やめろ。よし、取った。よし、俺はこれに乗り込むぜ。こいつは強力なムーブクラッシャーだ。ボイス、援護するぜ。おお、これなんだ、すごい。ブルフロック。すごいじゃない、ブルフロック。エムレーザー、メタルクローブーザー。お、すごい。でかい。よし。あ、惜しい。2マスだね。あ、2マスか。リボルバー、メタルクローは近接兵器。潰せるからな。潰せるからもう行っちゃおう。あ、でも2マスだ。行けないか。あ、行けない。あ、行けないのか。行けないのか。2マスって、ん ?2 マス?レーダーとか欲望が何言ってるか。2マスならもっと動くんじゃない。広告貢献さんに、高さんが700ブトニコに広告しました。これでいいか。リボルバー、ファイヤー、高さん、森さんが一番されてオッケー、よいしょ、ロイヤルデューティさんあれです。オッケー、地上波バスティルに地上 R 以下略。
パチパチパチ。あれです、復讐の第一歩か。アガレスの犬め、覚悟しろ。アガレスの犬が覚悟しろ。あ、主人公だけ外したね。ち、外した。ひるむな、おさえ。ボイスくん、ボイスでかいよ。リーダーだけ外したの。リーダーだけ外したわね。俺たち当てたよな。リーダーだけ外して囲むな。ひるむな、ひるむな。ひるんで塗るのはリーダーだけじゃねえか。ひるむな。俺のムーブクラッシャーが敵に奪われた。何が悲しくて装甲車に乗らにゃならんのだ。なんだよ、ただ装甲じゃねえかよ。俺のムーブクラッシャー、おのれレジスタンス、俺のムーブクラッシャーを返せ。やったわね。あん、あん、少子化演出多いな、わら。何気にダメ、あの一面はセリフ多いですね。補給し戦闘シミュレーションの BGM という感じはないけど好みであります。隣だったらあれかな、ヒットポイントは次のターンで回復するのかな。よしよし、この装甲車敵のいいんだ。装甲車でもラックス軍みたいに段ボールで出撃させられるよりハマシだろうに。メタルクローニア、ロマンカがスターディフェンス DF ってなんだ。117個目じゃないですか。ディフェンスに補正がかかってるとかかな、そんな感じですかね。ブースター、ブースターだから移動力したもん、ね、DEF とか言う。まあいいや、ちょっと殴ってみようか。いや、殴るとあれか。明日結構するよね。まだね、分かりません、この皆さんの。あ、しまった、しまった。決定しちゃった。何やってんですか、タレスさん。タレスさん、ブギャーですよ。3番だから、そうですよ。PC エンジン、バッキーの神が来場しました。いらっしゃい。よいしょ、あ、すごい力だ。これシングルでいいんじゃない？レーダー1本で。へい。オーケー。よし。30%だな。いや、ボンバーマン近接やってみよう。メタルクロー、メタルクロー、えい、あ、補給車も攻撃できるんだ。補給車も攻撃できてた。わしのグッドイリボルバーをくらいな。ヘイルカックはまだ戻られんのか。このままで危ない。通信回線を開け、援軍を要請するんだ。援軍来る。ああ、補給車やられる。出過ぎちゃった。やめて。あ、上から来てる、上から来てる。リボルバーを食らえ。あ、来た来た。わっ、射程長い。 TLW11。 ラコ、敵の通信だわ。援軍を呼んだみたい。妙見されちゃい。そうか、早めに蹴りをつけるしかないな。敵は浮き足立っている。一気に叩くんだ。レイジちゃんと、あ、回復してんじゃん、回復してる。次のターンでダメージ受けて、次のターンで回復するのか。
ヘリナちゃんは怪物だよね。殴った方が早い。パン！あ、かわされた。よいしょ。ちょっとヘリだじゃん、ちょっと。なかったか。よし、こいと。3マスだっけ ?3 マス。エムレーザー、くらえ。よいしょ。いいよ、これ高い、高いじゃない、エムレーザー。タカさんが潜伏しました。よいしょ。戻るか。オッケー。もうこっちの国に去ったぞ。3台やっつけてるぜ。俺たちはまだ時代だ。リーダーたちはしっかりやってくださいよ。当たるかよ。うわー、ボイス半分くらい入ってない。今半分じゃないよ。直撃を受けたわよ。一番避けやすそうな機体乗ってるのに、二足方向で。おう、ちょっと待って、回復しないと。当たるかよ、当たるかよ、当たるかよ。自動音 30%。もうレバレバレバ30% で届かないか。ここだよ。あ、ここで。食らいなさい。まだだ、まだ終わらんよ。まだ終わらんよ。あなんだよ、この機体が悪いのか。このスレイダーでな。あれからの悲鳴がすごかった。これ移動力いくつだろう。ムーブ6。地形効果があるよね。ここ届かれるとこもあるんだけど。格闘の方に打ってるのかな。格闘の方がいいのかな。あ、でも2マスしか動けない。当たらなければどうということはない。ムーブ4で2マスってことは半分減るってことは、これ3マス動けると。1,2,3 マスで射程が3マスだから、射程3マスだよね。あ、届くな。何してるわ、まったく。回復だ。よし。和国です。はい、138、ごめんなさいね。シニスはね、まだロイとベイリングまだ大丈夫。くらえ。よいしょ。くらえ。くらえ。あ、いいね、こっちの組いいね。確実に3人1組で。俺たちこれでもう3台4台やっつけたぜ。そっちはどうだい、リーダー。俺たちはまだ1台だけだ。敵は強い。あ、届く、あぶねえ。届くじゃないか。あるかな。エースナ
次のターンで回復してた。よかったよかった。補給車狙われたら怖かった。お、ヘルノック近接してきた。ギラリ殴りかかってきたね。あんまり殴りそうな機体じゃない。危ない危ない。危なかったぜ許さん。俺も近接行くぜ。くらえメタルクローくらえ。パンチライニアさんじゃない。バスティーラ兄弟喧嘩でそれからね70年以上時が経ってるんです。70年以上ね。あのパラシア家の内乱からなんとね70年以上。あいない。とどめよ。ナイス。オッケー。ちょっとボイス危ないから大丈夫。30パンとか1、2、3。違う違う。あ、攻撃じゃない、うん、移動移動移動。ファイヤーファイヤー。和骨です。141個目されて、この近接やってみるか。これメタルクローだ。ブルフロックのメタルクローは痛いぜ。当たらなかった。ダメだな。向こうは近接車両だけなのか。あ、いたた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 。ロイ君が危ない。ロイ君が、ロイ君戻るんだ。これちょっと待って、一応シャッティングと。いや、近接以外持ってるじゃん。サンマスの武器持ってるじゃん。30パンド。PC エンジン、が好きな一人が来てました。治ってんだね。治ってる治ってる。まだ完全に治ってない。ダブルレーザーをくらえ。これも空振り地獄になるのか。これキャディナンバーだ。キャディ3番。あ、飛んでるな。戦争シミュレーションをするときが一番エキスとしているラスさん。さすが鉢物にだもの。いや、エムレーザー。長田来てくれ。こいつ近接好きだね。そんなパンチが当たる。ここは主人公行こう。主人公くらえ。リーダー外したな。外しちゃいけねえでリーダー。ダブルレーザー。オッケー。とどめは私が刺してやる。赤い水星ですか。赤い水星よ。赤くないけど。これ届くよ。
エブレーザーを食らえ。よいしょ、オッケー、248個目先生。やったー、パチパチパチ。まだ敵の援軍が近くに来ている。東方にベースを設置し修理、補給を行う。敵を迎え撃つんだ。あ、一面はあれですね、これね。これ何？ボイス、デイジー。バコース。カズキウさんですね。パチパチパチ。パチパチパチを。ありがとうございます。ああ、蒸気で変更できるんだね。なるほど。変更はなしでいいよ。今のところ。ヘリナちゃんは補給部隊ね。はい。セーブ。セーブデータ1。これ絶対マウスでやった方がいいね。 Yes! Go to next stage 2。 南東に敵兵を発見、奇数は8。発揮か、かなり多いな。ベース上か補給車の隣に待機して修理補給を受けろ。機体が破壊されないように慎重に動け。無理はするなよ。何をもたもたしておる。基地が落とされては赤列様に申し訳が立たん。急げ。8番その奇数じゃない。ミツバチだから縁起がいいよ。ここはベース。ボイス、ヘイル司令のムーブクラッシャーがいるわ。ヘイルが？この牛の領主じゃないか。レジスタンス派に気候大型機械部だったのか。やつを倒せばこの牛は解放されたも同じだな。やつを狙うんだ。よし、ヘイルさんはこれ、あっとこれだ、ブルフロックに乗ってる。なんか経験値があったよね。経験値どうでもいいんだっけ。3の回避力。ああちょっとね、はいはい。黄色いババアが、黄色いババアじゃない、黄色いバーが経験値。武装も黄色いバーがね経験値。ちょっと黄色いが伸びてますけど、あれが経験値プラス、ムーブクラッシャー時代の、この黄色い、ちょっと黄色い先端が、青い部分の先端ね、防御の経験値と、この武器のね、ちょっと、バッセはね、ムーブクラッシャー総入れ替えになってますからね、あれから70年経ってるから、もうね、形も、何ですか、名称も全部変わってる。オスは作らない。よし、ここは補給所とかですかね。行きますか。どこでいない。ケイ、あ、この車両は移動力だね。あれ、兄弟同士じゃない、165個まで。2はもう兄弟関係あるね。復讐ですね。はい、復讐の物語、復讐の鬼唱え。トーンを押さえて、新型がいる。うわ、何年か、この
敵を発見したんだと。レジスタンスか。なぜこんなところに。カモン、何でもいいから攻撃しろ。ジョーサーはめっちゃあれじゃない。いてててててて、射程が長すぎない。バスが来るまでね。どうある。バスティラン風だね。昔のムーブクラッシャーの名残を残してるのは今の。そう、アケカハールと全然違いますね、これね。これはもうアケカがった方が絶対いい。ステージ2からいきなりもうえげつなくない。ニコニコ王国はっから1人が来場しました。これ射程いくつなのこれ。射程4マス。あ、4マス。1、なんか長いと思ったけど、1、2、3。あ、4マスか。これちょっと下がろう。メニーさん気をつけながら行くんだ。あいつの射程は長いぞ。待て待て待て、もう待ち戦法でもいいか。下がって、ま、待ってたら突っ込んでくるかな。ここで回復しながら戦えばいいや。よし、これでよし。ここでも町レジスタンスできた。キラリ、向こうも弾切れとかあるんだよね。町武装8発だ。待ってるか。回復した。おすごい、回復完了。3マスだから、あ、いける。あっちがいける。これはならいける。ファイヤー、オッケー。1、2、3。ファイヤー、オッケー。 PC エンジン、ラッキーな一人が来場しました。いける。はい、いらっしゃい。オッケー、オッケー。ジョーサー撃破。ふー、気持ちいい。よし、待ってるか。パチパチパチ。ここが回復が近くでいい。ありがとうございます。パチパチパチを。やってきたのから格好撃破だ。あ、ここも回復車両がいる。
間違えるよ。起きた。おあつらい向きにちょっとだけ飛び出てくれてる。よし、全攻撃で相手をかざすな。1、2、3、出るだ。ファイヤー、オッケー、ファイヤー、オッケー、おいおい、よいしょ、オッケー、2発だ、オッケー、待ってよ、パチパチパチ、ありがとうございます。お、オアドライ向きまたやってきてくれた。飛んで火にいる夏の虫よ。町作戦を一致、回復所も近いし。お、みんな順番並んでるね。マイヤー弁当に向かう行列のようだ。まあやめてください、まあやめてください。はい、ここ弁当がね、弁当食べてる販売してた。はいよーみたいな。まあやめてください。弁当工場だったか。弁当工場に向かう。弁当、わらわら、よいしょ。直営店は安いからね。直営店は安いからね。これが資金源だった。よいしょ。工場限定でケーキも売ってるよ。桜それか洋菓子の直営店とか。洋菓子ちゃう。よいしょ。あら、ボーイズ頼むよ、とどめさせてよ。しょうがないな。1、2、3、ここで取った。よいしょ。よいしょ。いいよ。はい、毎度あり。いきます、毎度あり。どれ狙われた？おう。あっと、集中されると。集中してくるんだね、敵はね。敵もね、こっちも集中するように。回復だ。ここ全部、3マス全部回復できるのかな。いっぱいいっぱい。よし、回復だ。こっちの 0% の方が狙いやすいか。弁当へのクレームはご遠慮ください。弁当へのクレームはご遠慮ください。よいしょ。ボイス弱いな。近接の方が強いのかな、ボイスは。ボイスが弱いというか、このムーブクラッシャーが。よいしょ。あまり、あ、しちゃったノー、決定してしまった。おっとっと、当たるかよ。当たるもんかよ。簡単にはやられんぜ。お、ちゃんとセリフがあった。喋ってくれたらもっと良かったんだけどね。
お金セット当たるかよ。おお。油断した。油断してるわよ。そら、よくも、よくも、わしのすべてを台無しにしてくれたな。目にもの見せてくれる。同じ機体だ。あいだ。G3 脳の血管切れますよ。よくもわしのすべてを。よいしょ。近接やってみよう。あ、ちょっと待った。まだ大丈夫だろ。大丈夫大丈夫。メタルクロープ。レジちゃん。メタルクロープ。パレスはまだだ。あ、まあ三マスあるわ、でまずね。移動した方がいい。これもう行った方がいいや。オッケー、よいしょ。彼スタリオになる男よ。オッケー、これもなかなか命中率に何ありな感じですか。パチパチパチ。オッケー、まああのロードボードよりは当たりますね。よいしょ。これが実践。怖い。怖い。あれは本当に当たりませんでしたね。え、相手の兵士は新兵なのか。当たるもんですか。当たった。バット経過。あー、いたたたた。やったわね。痛くもかゆくもないぜ。おお、出た出た出た。さすがボス。強いわね。ファイヤー。オン。進出できるか。攻撃できないか。見ますから無理か。まあ、だから無理か。あ、ここなり。みんな弓兵みたいなもんだね。よいしょ。みんな関節車両も、あ、関節攻撃持ってる。ボイスどれだけやられたんだっけ。ちょっと怖いかな。休憩しとくか。消しとこうか。戻った、回復に戻ったね。
おう。ボスのボスさん、ボスはちょっと攻撃高い。ボスでもやっつけちゃったらこの面終わりそうだから、終わりそうだからちょっとあれだ。いやだ、もういやだ、俺は逃げるぞ。俺にはムーブクラッシャー乗りなんて情に合わないんだ。逃げてやる。おのれバカ者、ムーブクラッシャーを捨てて逃げるとは何たる恥さらしだ。いなくなったのこれ、いなくなったのかな。平だよ。せっか拾うかばかりか。あ、捨てたもんぐらしなのあれかな、ね、拾えるのかね、どうなんだろう。次の面で増えてたらいいんだけど、これだよね、捨てたやつ。タレスだよね、タレス強いよね。あ、違う、 TLW いいだ。わら、あいつ来る里に婚約者がいるからね。あいつ来る里に婚約者がいるからな。ファルコムっぽい BGM ですね。ねえ、かっこいいですね。届かない。届くよね。1,2,3 だから。あれ届かない。あ、これが捨てたやつ。これ捨てたやつなのかな。あ、これ捨てたんだね。これ捨てたんだ。いや、こっちが変、こっちがノーマル。よいしょー。 OK、 よーし、あとボスだけだ。補給車もいるよ。補給車やっつけとこうか。ありがとうです。貴様がボイスナックルか。そうだ、それがお前の死神の名前だ。アガレスに虐げられた人々の恨み、今日こそ思い知るがいい。覚悟を喰らえ、メタルクロー。どいしょ。これはアガレスに虐げられた1億人の分だ。残りまだ49億人の分があるぜ。よいしょ。補給車もなんか攻撃できてたよね。補給車何マス？まだたくさん残ってるぜ。バルカンがまだある。あ、でも補給車狙われて一撃で殺されたら怖いけど、まあ一撃じゃ死なんだろう。死なんだろう。あ、効かない。効かなかった。キン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 。わらわら。効かんかったわ。やっぱ補給車だね。これさ、俺の分、これも俺の分、それも俺の分だ。1億。あ、やっぱ補給車だよ。できた。大丈夫大丈夫大丈夫。危ねえ。ごごごご。危ねえ危ねえ。帰ってきた。出るな。どっちがいるか。あ、赤が攻撃よね。リボルバーもメタルクローも同じもんか。同じようなもんだね。どすこい。これが2億人の分。
もうまだ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 。結構セリフが多いですね。お芝居が多いですね。ちょっと呼吸者を叩いてやろう。届く？届かないか。1,2,3。呼吸者やっつけたいけど。まさかこれ無視して補給車一直線に来ないかな。大丈夫かな。補給車狙いで来るのか。おっと左。メタルクロー。追加武器だ。おっと、あ、復興同級者も追加武器だ。キン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 。この近接痛くない。よし、これで補給車を狙える。おー、何この補給車素早い。オッケー、よいしょ。救助撃陣。あとこのクラッシャーか。よいしょ、落としに行っちゃうか。あ、いけないな。おー、俺殴るで。おい、キラリ。いえいえ、くらえくらえ。ひらり。メタルクロー。スーパーレーザー発射。オッケー、あとボス集中だ。えい、そりゃ。
よいしょ。おっと、あん、レイジ邪魔ない。あ、でもレーダー8発しかない。ちょっとこっち狙われたら困るから、もう急所狙われたら困るから、ね、逃げるわよ。あ、レイジちゃん逃げられないじゃん。しよう。で、レイリー強いやん。よいしょー。ぱっ、バカだー。よし、作戦終了だ。本当なのね。本当にできたのね。私たちの力でこの星を解放することができたのね。ああ、だけど戦いはこれからだ。アガリスを倒すまで戦いは終わらない。宇宙港へ向かうぞ。敵の戦艦を使わせてもらおう。俺たちの戦いはこれからだ。俺たちの戦いはこれからだ。ラツ・クソー先生の次回作にご期待ください。とはなりませんよ。まだありますよ。空へ出るんだ。わらわら終わっちゃった、わら。よし、ゲイセーブ、データ1、ステージ2が保存されています。ステージ3もセーブじゃん。わら、イエス、ゴーとネクストステージ3。順調順調。第12惑星における戦いはレジスタンスの勝利で幕を閉じた。指揮官を失い、同時に地上兵力のほぼ全てを失ったアガレス軍は戦意を喪失、降伏した。ラックス監督の戦いはこれからだ。第12惑星は事実上アガレスの支配から独立したのである。やったぞ。しかし人々はこの事実を歓迎しなかった。どうして。アガレスの残酷な報復を恐れる。ああ、報復がね、あるかな。レジスタンスたちを捕らえ、アガレスに許しを請おうとする、そんな動きまである。レジスタンス狩りが。この予想だにしなかった反応に、レジスタンスは大きなショックを受けた。50億人また殺されるかもしれない。あらまあ、諦めちゃいけないわ。ボイスを信じて。そうよ。誓ったはずじゃない。いつまでもついていくって。ボイスを信じるって。18の時に家を飛び出した後、2年間は消息不明。ワコバンワです。235個もたらしい。実の手人で交易商を営むが、1年前、第10惑星がアガレスに滅ぼされた。長島優子さん。レジスタンスとして活動を始め、今に至る。自分の経歴を聞くのはあまりいい気分じゃないな。君がこのアスタル用具を訪ねてきた理由は分かっている。長島優子さんでしたか。ありがとうございます。我が容疑者にムーブクラッシャーをはじめとする補給物資の援助をしてほしい。そういうことだね。風呂で収録してるのかな。1年間でここまでやるとは素晴らしい才能だ。だがもう1年経ってる。人々の声が聞こえるだろう。みんなレジスタンスに反対している。これが君たちの戦いの結果だ。アガレスに恐怖しているだけだ。俺たちが勝ち続ければこの声は歓喜の声に変わる。まだ結果は出ていないんだ。そして勝ち続けるには我が社の力が必要か。要するに私にレジスタンスに加われというわけだ。いいだろう。
今後我が容疑者は君たちにムーブクラッシャーを含むあらゆる補給物資を援助する。ただし戦闘が行われるたびにその戦闘データを提出してもらおう。実戦データはムーブクラッシャーの開発に不可欠なのでね。怪しい男だぞ。軌道上に敵艦出現、艦数は1。どんな小さな戦いでも逃げるわけにはいかない。俺たちが勝ち続ければ人々も必ず味方してくれる。気落ちしている暇なんてないぞ。戦闘準備、発進せよ。 Z3お、宇宙だ。あれがレジスタンスかい。女性だよね、これ。貧相ななりじゃないか。どんな強者かと期待したんだけどね。ソーラ、お前たちボサンとしてないで迎え撃つんだよ。戦闘準備よ。敵は小型の強襲艦で、搭載 MC はハッキーよ。つまり敵に援軍は現れないってことか。一機を集中して叩け。補給車は敵に捕まるなよ。全機突入。宇宙に補給車まで、すごい。シーマさんモデルだね。シーマさんみたいな感じですよね。シーマさん、おっと、補給は補給車も飛べるんだね、これね。飛べる補給車。なんかこんな模様のガラスの橋かなんかみたい。わら。ここら辺で待ってるか。相手補給車いたっけ。相手補給車いないやん。相手回復ないんだ。なんかバスラみたいなのが。日産のレイズシーマ進めてきますか。レイズ、レイズ、日産シーマ。なぜ風呂場でスマホで見ているのがわかった。レイダー、風呂場で見てる。あ、なんかこれも顔グラあるじゃん。バイヤー、顔グラすぎだこれ。裏切りそうな顔じゃないこれ。結構日に焼けてる。おちゃんには気をつけてね、風呂場の人。割とこの頼りなさそうに見えるシニスっていうのは攻撃力があるから、主人公よりよっぽど攻撃力があるよね。さあ気を引き締めなさい。お、噛んだわ。気を引き締めなさい。あ、違う、気を引き締めな、お前たち。ヘマするんじゃないよ。お雪、おゆき。カミカミよ、カミカミよ。ガイドビーコン出しますね。おゆ、おゆちょうだいよ、おゆちょうだいよ。怖い、しょぼん。ああ、空間来ないんだ。うん、向こうのが多いからな。こっちは5台か。補給車入れても6台。1匹ずつ来たらいいけど。宇宙はみんな 10%。 先制攻撃か。
ファイヤー、ゲイ。あ、届かないやん。オッケー、オッケー、オッケー。一人飛び上げすぎるとあれかな、二人で倒せればいいけどな。倒せないだろうからな。バイアン、一言だけ忠告しといてやるよ。あんたの隊長が反乱を起こそうとしてるって噂もあるからね。あんたも、あんたの隊長も信用できないってことさ。いいかい、少しでも妙な真似をすれば容赦なく撃つからね。ああ、この人裏切りそうなんだ、やっぱり裏切り、ね、なんか若干いい人そうなオーラが出てた。俺は裏切るな。256個目線。よし。後ろからあの姉ちゃんバーンとやってくんないかな、さっきの人。どうだね。キラリ？おい！ボイス！主人公が一番頼りないな。ああ、いっぱい来た来た来た。ボスは動かないのかと思ってた。ボス来たで、ボス。ボイス？様子のおかしい機体が一機いるわ。ボイス、しっかりしろ。あれだね。敵の一機が動かない？どういうことだ？どういうことだ、お前に。俺はちょっと危ないぜ。俺はちょっと下がるぜ。俺は下がるぜ。でも敵集中されたらちょっとみんな落ちちゃうな、これ。ボイスの様子がおかしいわ。ボイスの様子がおかしいわ。硬い。そしてみんなに経験値持ってかれるんですね、わかります。硬いわ。よいしょ、このロイ君、頼りになるわ、このロイと誰で？ロイとベイリン。この2人が一番頼りになるわ。ダブルレーザーが、よいしょ、強いわ。俺たちロイ&ベイリンゴールデンコンビ。奪ったムーブクラッシャーのこの H2 シニス、いいじゃない。 H2 シニス、ね、人呼んで地獄の H2 シニスブラザーズ。H2 シニスブラザーズすごいじゃない。よし、よし、
あ、ここ、あでもここ行ったらあれか、狙ってくるかな。怖いの。バイヤー、なぜ動かない。長田か。ボイスナックル殿、私の話を聞いてほしい。私は第13惑星衛星騎士第2ムーブクラッシャー招待所属バイヤーグレッグス。私をあなた方の仲間に加えてほしいのです。俺たちの仲間に。軍内でもアガレスに反する者は多いのです。記事では私の隊長マウスファングが反乱を起こしている頃です。ボイス殿、私を、いや私たちを仲間に加えてください。そしてマウスファング、我が隊長を助けてほしいのです。新しい仲間でも罠かも。弱小の俺たちにかける罠じゃないな。バイヤ殿、あなたを仲間と認めます。よろしく。早い。あ、ありがとう。本当にありがとう。それではまず目の前の敵を叩きのめすとしましょうか。いい度胸じゃないかい、バイヤー。マウスが反乱を起こし、あんたがレジスタンスに助けを求める。計画通りってわけかい。だけどこのレイーズをなめんじゃないよ。お前もレジスタンスもここで滅ぶのさ。バイヤーさんは NPC なのね。自分で操作できるのか、そっちなんだ。過剰な笑い声。逆に何で結構来ません。避けられない。おお。ゲージが危ない。もう一回デイジー来たら危ないところだ。嫌い。あ、ベイリンすごいな。やっぱベイリンはすごいわ。ロイ・ベイリン大になるわ。顔ぐらないけど。あ、いかいか。デイジー危ない。やめて。あーあ、やれた。デイジー、これ死んだらどうなるの。キャー、脱出します。あ、脱出できるんだね。これ機体はどうなるの。機体はなくなるのかね。生かして返すものか。ここで滅ぶのさ。指揮官は脱出するみたいだけど、機体はどうなるの。機体どうなるの。ちょっと説明してみよう。強制戦士系じゃなくてよかった、わら。はい。機体が戻らないならロードもありかな。そうですね。じゃなくてよかったね。ああ、いいみたい。これやられたら終わり系じゃないみたい。みたいですね。激しい戦闘を繰り返し、耐久力がゼロになるとムーブクラッシャーは破壊されてしまいます。破壊されたムーブクラッシャーはそのステージでは復活することはできません。かっこ次のステージから再び使用することができますということで、次のやった。またムーブクラッシャーが破壊されてもパイロットが死んでしまうことはありません。パイロットの経験値もそのまま維持されますということで、維持される。今までよかった。親切親切。いや、いや、いいや。今までよかった。まあ、経験値は稼げないけど安心設計。安心設計だ。ボイスな、治った。治ってる。どれが誰だっけ。
これがレインの策か。あ、動かせるじゃない。やったやった、やったで。お、キャラが4なないとか、ここおー、いけるんじゃない。設計でよかった。よかったよかった。射程長い。レイズ看護するがいい。エースミサイル。絶対も対応とも失うゲームがあるらしいんですよ。そうですね。当てられた。チキショレイズ やっとけたら割りなのかな。どうなんだこれ。レイズやっ、ワイヤさんは信用できそうですかね。ワイヤさんはね、あの顔は信用できる。あの顔は顔で判断しちゃいけないけど。強い、ロイ君強いわ。これで残りはボイスが片付けよう。よし、オッケー、よいしょー、パチパチパチ。なるほど、DLA をやっつけるか、やっつけるか。パチパチパチ、ありがとうございます。よいしょー、ベイリンとロイが火力が高いな。よいしょもう俺補給車狙われるな。あおあ、逃げた。あれ、あれで、あそこで回復できるんだ。やめろー、やめろ。俺は主人公なんだぞ。主人公が撃墜されるわけにはいかない。もうレイズさんはリタイアしたパイロットと生存機を他に持ってかれるから弱体化しちゃいますね。そうですね、使えなくなるかもしれないな。よし、合流しよう。ねえ、ボイス死ぬとこだったぜ。よいしょ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 。よし。パチパチパチを。ありがとうございます。このバイヤー負けません。あいたいたいた。もうレイドはバイヤーにしごく悩んでくんね。あ、囲まれてる。あ、ゾックがあるんだ、これ。ゾックがあるわ。移動できない、ここ。1マスになってる。ゾックがあるんだね。この TLW をやっつけよう。
助けるんだ。よいしょ、レイジさんの網にかかってる。よいしょ、セイリに頼りになるなこれ。よいしょ、これ出してきた。よいしょ、よし、あの一匹の逃げてるのよ。ゴックがあるならゴックもありますか。ゴックもゴックはないです。一匹逃げてるのはちょっとボイスまだかな、ね、やられたら困るから、追っかけていくか。経験値は美味しくいただこう。まだ死なないよね。 死ぬかな。ほい、ロイ強いからな。やめとくか、相手を倒してから。ちょっと逃げるな。おい、前なんていうと、よし、和骨です。まだやってなかったんです。まだやってないんですよ。ようやくね、PC エンジン最後、私の持ってる PC エンジン最後で最後のクリアアップ登場トップ。まさか、あ、よかった、補給車にやれてくんなかったんだけど。一のクリア枠が濃密だったのでやった気がしてました。そうなんですよ。一のクリアの後のアンケでは1位取ったんですよね、これね。大戦やっと大兵器、どれが最後まで残るかな。大兵器はあと20カ国ですからね。まあ大戦略でしょうね、これ最後あと3本ですけど、攻略しないの、それのその2本とね、これ。大戦略はライフワーク。よし、オッケー。あとはこのレイーズさんを倒そう。パチパチパチ。はいです。おう、ん、当たるもんかい。補給車ちょっと逃げようよ。よし、とどめはバイヤーさんに刺してやる、刺さってやるか。とどめちゃう。せっかくとどめさせてやろうと思ったのに、因縁の相手に。じゃあ俺がとどめを刺すぜ。よっしゃ、なーずえー、敵部隊全滅、敵艦降伏しました。よし、全機起動する。発進準備が整い次第第13惑星に向けて発進する。新しい仲間たちを助け出すんだ。大文字になるのいいですね。お、補充が届いたで、やったぜ。汎用型ムーブクラッシャーバージェスト、高機動型
ムーブクラッシャーガールベック。いや、いいじゃない、やった。ちょ、ボイスのこれいまいちだったから S13F。 ちょっと待って、パラメータ S が何、 S って何、射撃経験値ね。射撃がプラス13、格闘が F が14、回避が D プラス、これ主人公のあれだね。スレイダーが DF って何、 DF はディフェンスだかな。回避率 33、 AP11、 攻撃11、ムーブ4、ヒットポイント80。ちょっと待って、33の11の4、50、17、お、いいじゃない、4。ヘレナが乗ってるの何、ヘレナ補給車補給車は絶対いるからね、補給車見てくださいね、補給車、補給ができるのが最大の売りですからね。一応バルカンついてるけど全然効かなかった。ディフェンス51、こっちは防御力が1高いけど攻撃力は、あ、でも移動力あるね、移動力ある、移動力ある、一応攻撃できるんですけどね、相手打ってもキン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 って効かなかった、ね、バイヤーさんの持ってるのは40125、すごいな、ヒットポイント90もある、ヒットポイント80、いい音がしましたね。お、ヒットポイント118、これ主人公用だな、見るからに。お、ベイリンすごいじゃん、急車があるのがフロントミッション1みたい、わら。ベイリン射撃39、回避率プラス23されてるよ、これベイリンすごいじゃん。ボイスがいくらだっけ、13、14、14なんだけど、ベイリン39、23、43116、ロイは2013か、ベリーの方が強い、ベリーの方が強いね。一応ヘリナちゃんは経験値入んのかな、どうなんだろう、回避経験値は 入ってくれたらいいんだけど、ゼロかよし、まあとりあえずこれ変えよう、主人公家変えよう、ベイジーちゃんもね、ちょうどこれ変えなさいっていうようなカラーリングじゃない、これはもう連れていけないの、いけないの、30、うん、こっちの方がいいや、乗り慣れてるこのシニスがいいよね、いかにもですね、うん、ステージ4セーブ、 Go to next stage 4。ゾイオンくん、そうですね、他のメンバーヘリナさんとか全然顔グラないですもんね、あまり長くは持たない。あ、マウスはモヒカンだ、顔グラがある、これ隊長、これが隊長、無理はするな、バイヤーが援軍を呼んでくるまで時間を稼げ、これがロックのマウス、ラディ、ウェイ、隊長に見える隊長に見える、あなたは隊長に見えてくる、見えてくる、見えてくる、これ敵、エネミーだ、敵だ、うわ囲まれてるじゃん、これ敵、敵囲まれてはないか、全能、わらわら、あ、ここはマウス隊長だけだぞ、これ後からボイスたち来るのかね、追加で来るならいいけど、地形効果が高いってことで 30%、 補給車なしですね、30% で行こうよ、 30% で、こっちが言わそう、こっちが集中できるか、よいしょ、トロいやつだぜ、どうぞどうぞ、あ、これ結構
射程が長いな。射程が長いよ。移動力ある。こっから届く。届くじゃん。すごい。オートカノン。おい。私は魔女。あなたに死をあげる。これどっち？このフェイさんは、あ、味方か。顔グラがないからだ。顔グラぐらい入れてくれればいいよ。よし、オッケー、死を与えたぜ。よいしょ。さ、3台だけだね。他にいるのいないよ。いないね。パチパチパチを。こういう人たちいないよね。いない。あ、ふん、無様な姿だな、マウス小隊長。マウスだけにね。アガレス様に逆らった罰だ。じわじわと痛めつけてやれ。いかにもこのだ。カビンめ。は高みの見物か。あ、出てきてくれないならいいね。まずはこいつらを片付けてから。すごい髪型。ただ呼吸がないからな。ひらり、すごい角刈りだ。オブト消毒完りましたね。オブト消毒完りお物は消毒だぜ。あっと、仲が悪かったんですかね。仲が悪い、髪型のせいかな。よいしょ。あ、やった、武器を壊した。エースミサイル壊した。これ武器が壊れることがあるらしいから。やったぜ。近接のみなた。援護いたします。オーバイヤー待ちかねたぞ。レジスタンスのボイス殿をはじめとして6名もこちらに向かっております。今しばらくのご辛抱。あ、まだできなさそうですね。いいですね。あ、バイヤーだけなんだ。まあいいや、補給車先に持ってきてくれたら嬉しかったんだけど。こんなの期間信用できんの。モヒカンですが、性格はいいやつです。ご安心ください。今逃げたんだ。出たっけ。みんなの領地がた。もう一回。よいしょ。モヒカンの中に刃物隠してるの。モヒカンの中、マンジバルではありません。オッケー、オッケー。パチパチパチ。あれです。パチパチパチ。あれです。おう。モヒカンを飛ばして。ネズミがもう一匹。二機ほど出撃させろ。
あ、握ってガーが来た。おかわりが来た。角刈りする。角刈りがある。あ、いか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 い。まあ死なないからいいよね。あ、いた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 。髪型ばっかり狙いきますね。髪型がこれ結構射程あったよね。4マスある。1,2,3,4 だが、ここはいけるか。ここからいけるのか。よいしょ、ね、全力の小出しは死を招くぜ。よいしょ。マウス君やっぱ体調だけあっていいじゃないですか。ロックノール攻撃力が高い。レジスタンス側はみんなの機関にしないとダメなんですよね。そんなことはありません。届くかな。よいしょよいしょ。よしよしよし、校長校長っと。ただ顔面がないね、ラディンね。ラディンか、顔面がなし。ラディンフェイ、マウスだけだよ。パチパチパチ。あ、バイオンさっき顔面があったのにね。前の面はもう顔面消されてる。バイオンさん前の顔面、前の顔面使えばいいのに、なんで顔面入れないんだ。バイオンじゃなかった、バイオン前の面で顔面あったのに。呼吸が欲しい、呼吸が。お、何この乗車勢や。なんだこいつ。うわあ、ラリー。校長校長って言った。次のターンで。そんなバカだ。校長校長っとってご機嫌だったのに。すげえすげえ乗車性だ。ちょっと待って、 30% に乗っとこう。 30% に 30% あいつもちゃんと逃げたかな。あいつなんとかに逃げて、まあ大丈夫だ。そのセリフはフラグだったんですね。フラグだったね。会話のバイアン、まずこの一機は倒しておこう。バイアンさん、バイアさん頼みますよ。早くボイスさせてくれ。待てど、私は死ぬわけにはいかん。お、来た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 。待たせたな、援護するぜ。やった、新型の威力を試してやる。やったぜ。待たせたな、野郎ども。待たせたわね。お、すごい動力、めっちゃ移動できる。空振り三振。返したけんな。ちょっとこれが。バイオ大丈夫だ。
マウスだよ。よいしょよいしょよいしょ。ワン、ツー、スリー、フォー、タイムカード。パチパチパチを。あれです。よいしょ。よし。なんだやつらは。すごい数じゃないか。もたもたするな。全部ウムクラッシュを押し付けさせろ。装甲車もだ。5台追加。あらやだ、いっぱい来た。ガクガリカービン。チャコシさんがあれよです。あのナスホルンみたいのをなんとかしないと。ナスホルンをちょっと、あ、お時間ちょっと、もうちょっとクリアできそうだから、クリアしていきますか。チャコシさんがあれです。前の面でちょっとデイジーちゃん稼ぎ損ねたからね、延長しました。稼いじゃおう。慣れなきゃ長射程。これがナスホルンはフルカノン。こいつは射程が射程5マスだよ。5マス近づいてきたら倒せるんだけど。よし。ゴマスとかとんでもねえ。これがやられそうなんだ。あ、そうだ。ボイスの新型を試すチャンス。よーし、行くぜ。M レーザーと S ミサイル、お、レーザーとミサイル同時発射ができる。くらえ。お、強い。かっこいい。ミサイルが上から、そしてレーザーが飛んでくる。やったぜ。弾数いくらあるの？7発、9発。射程ギリギリから飛び込むしかないかな。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいよ。新型強い。パチパチパチを。あれです。やっこう。射程ギリギリから飛び込もう。ロードと違ってゲームが楽ですね。そうですね。行け、行くのだ。ひるんではいかん。私の角刈りにかけて。あ、角刈り出てきた。バーソロミューとは比較にならねえ。バーソロミューだ。うわわらわら、やめろ。うわこいつ強え。またネイギちゃんバカね。そう簡単にはやられないわよってやられそうなんだけど。やられちゃう。せっかくウイジンでやられちゃう。ウイジンでネイギちゃんやられる。キラリ、あれ最初片付けないと。うわ、やかんやかん。メイジちゃんやめて。ふぅ、あぶねえ。向こう内は走行車だからいいや。メイジちゃんいきなりいきなりもう、いきなり修理よ。こいつだっけ、こいつか。ちなさんが1100とニコに広告しました。あ、いけるいける。1,2,3,4,30% からいけるぞ。よいしょ。あ、硬い。あ、ボイスの移動力ないな。さすが強いだけあって。皆さんがご達成。
あ、ここになんか突っ込んできたんだけど、ガーブよいしょ。おしゃ、見せる、壊した。射程が長い。キラリ。ロートカノンが2つあるからね。こいつちょっと早くでやっつけないとバイヤさんやられるわ。やめろやめろ、バイヤバイヤ。まあ死なないからいいんだけど死なないからいいですよ。まあ経験値が稼げないけど。投稿者はいいよ。ファイヤーのし。ファイヤー。あ、いたいた。でもなんか追加のライフルが痛い。で、こいつをとにかくやっつけないと。フェイリングはちょっとあれだ。マウスさん、いける？こいつをやっつけるんだ。よし。ボイスがちょっとあれだ。強い。ボイスはやっと主人公らしくなったで。見たか、ムーブクラッシャーの性能が戦力の決定的な差ではないことを思い知らせてやる。いや、ボイスはいいいいムーブクラッシャー乗ってるぜ。強い。いいやつ乗り換えたから前のムーブクラッシュだと楽にならんで。新型も威力なんですが。新型強いすぎ。ルックスもいい。よし。よーしゃ。これで強力なやつをベイリーにちょっと引っ込むか。パチパチパチを。ベイリーちゃんもうちょいか。あれです。レイジちゃん何マスだっけ？4マス。1、2、3、4。ここで、あ、ここに。体調気持ち悪い。あ、痛い痛い痛い。体調気持ち悪い。うわー、やられた。武器2つも2本とも破壊された。補給し戻らないと。フェイー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 。敵の体調気強いわ。
ラリ。来月もう死なないから大丈夫。結婚できる。結婚できるよ。それ当たると痛いわよ。当たらなきゃ痛くないわよ。当たらないと痛くないわよ。当たらないよ。痛いないな。わらわら、当たらないとダメよ。当たらないとダメよ。よし、装甲車で死ぬのは嫌だ。よっほー、どんなもんだい。OK、 顔がついてくれればいいのにね。本当に顔柄がついてないの欲しいな。自分で想像するしかないけど。悲しい断末魔が。目標捕捉、攻撃を開始する。おい、あと2回。あら、届かない。こっちが体調機か。体調機強いな。届かないのか。あ、ちょっと届かないのか。弾数が切れた。弾数が切れた。なんで届かないんだろう。弾数がないわ。弾がなかった。キラッ、顔グラを用意してあげてください。せっかく割とセリフあるのに。あぶねえ、ロイサラリー、キタロウサラリーは人がないからね、想像で。よし、こちらガールですね。こっちでもいい。エムレーザー、オッケー。よし、あとは体調機を。オッケー、よし、補充完了。ガービン、もう一度考え直さんか。アガリス様に逆らう気などない。そうだね、人生がありますね。お前には兵法のすべてを教わったが、これ以上ついては行けん。そうか、では私の手で引導を渡してやろう。お、指定関係だったんだ。引導を渡してやるぞ。同じような機体乗ってる。無駄だ無駄、返り討ちじゃ。暑いね、割とこの角刈り君は。暑い人たちだ。あ、しまった。一ポイントだ。ロイダメだ。PC エンジン、が好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。フロントミッションみたいなゲームですね。フロントミッションのこんな感じですか。この映像が目に入らぬか。松岡修造ばりに熱い。熱い。これまで出てきたボスみんななんか熱苦しいな。どれ。主人公機いいね。主人公機の攻撃は1、2、3、4、5マスだった。あ、5マス、4マスだ。よし、
逃げよった。回復所があるの、こっち。あ、これが回復所か。あ、これ回復所だ。回復所。よし、じゃあまあ最後はマウスさんにやっつけてもらおうか。とどめだカービン。引導渡したぜ。ギュッ。あれ様。パタイ。よーし。制圧したな。ありがとう、ボイス殿。君たちが来てくれなければ。我々は全滅していた。気にするなって。アガレスはお互いに共通の敵だしね。どうだろう、これからも共に戦っていかないか。分かった、ありがとうございます。補充 MC が届いた、やったぜ。ボイス専用機、あ、もうボイス専用機が来た。もうボイス専用って書いてあるじゃん。重要進化のフルカノン。あ、フルカノンでさっき強かったやつだね。全部で何面ぐらいなんですかね。全部でね、そんなになかったですね。10、10。あ、ボイスがもう、ボイスで。ボイスさん、自動でいいのに、ちゃっかりパッて言われて。マウス、この、ロイ君はちょっと、ヒットポイント67だから、誰だっけ、ロイだっけ。いや、ベイリンが強いのか。ベイリン39、25。主人公権限でええやつゲットした。主人公権限でフルカノン、これ良かったから これにベイリングは乗り換えようよ、ね、バージェスト20いかないぐらいなんですね。思ったより短いですね。そう、20はいかないですね。116エッジかな、エッジかなでも、ね、ヒットポイント87、これよりマシか。 H2C もあるか。ファイレート2、お、これいいな。ロイ君稼いでるし、スパロボぐらい面数あると思ってました。わら、これは結構、あー、そこまでないですよね。31135 31、あー、みんなでこっちの方がいいな。これはどうしようかな、誰のせいか。これはロイ君かな、中身的に。ロイ君。キャラ良いから長く続いてほしい。そうですね。こうか。で、これをこう。マイヤさんは稼いでな、ここかな。よし、やっぱり龍に乗せ替えがいいですね。乗せ替えがいいですね。ロードボードも乗せ替えができたらね、よかったんですよね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。 PC エンジンバスティール2は毎週日曜日やってます。来週はステージ、4、5からですかね。はい、オツです。おつでした。おつです。おつでした。はい、おつです。おつおつです。君たちの活躍に信じたんだ。おつでした。おつでした。各惑星で、おつおつ、結構進みましたね。結構進みましたね。2時間で4面、2時間ちょいで。おつです。第9惑星では、大きな武力衝突まで起きている。これセーブした後は、またビジュアルシーンからでいいのかな。戦力は乏しく苦戦しているようだ。ステイヤ・リュートという女性が、またビジュアルシーン見れるだろう。大丈夫かな、大丈夫かな。見れなかったらあれだけど。見れるよね。オツでした。はい、オツでした。見れなかったりして。見れなかったりして。わらわら。